富士通富士通モバイルコミュニケーションズアローズソフトバンク101回アローズ A101 回は富士通モバイルコミュニケーションズによって開発されたソフトバンクモバイルの第三世代移動通信システム端末であるソフトバンクスマートフォンシリーズの一つ OS は Android 4.0を搭載している富士通ブランドでは デジタル本時代の DP-125 以来実に14年ぶりの再参入でソフトバンク時代では初となるスマートフォンである富士通モバイルの実質的な前身である東芝本体の社内カンパニーであるモバイルコミュニケーション社時代を含めると2009年12月に発売されたソフトバンク X レーニティ以来約2年半ぶりの端末となる NTT ドコモ向けのレグザホーン T-0、2D をベースとしており外装設計、スペックは、ほぼ同等である。ただし、こちらは 900MHz 帯に対応しており、ウルトラスピードサービスにも対応している。キャッチコピーは、ウルトラスピード 42Mbps 対応超映像日と新操作感。なお、2017年3月31日に配信が、停止され、 ユーザーによる端末単体でのアップデートが実行できなくなる。もし4月1日以降にアップデートを希望する場合は、ソフトバンクの店頭に端末を預け、メーカーの修理拠点でアップデートを適用してもらう。形になるため持ち込み修理扱いになるが無償で対応する。ありがとうございます。